これどう思います？これ変でしょ、腕力が。そう、なんか筋トレでしょ、食べるもん聞こえてるの。だからちょっとあそこから行きましょうか。商店街から薬師寺の中、薬師寺じゃない、興福寺の中を抜けていきましょうか。柿の外しもうまいけどな。うわ寒い。ちょっと一段と寒くない？ここウィンドウぐらい持ってきたからよかったかな。ちょっと失敗やった。いやほんまや。茶が湯も良さそうではあるけれども、こっち行ったらあそこ行くの？春日大社のすべてとか言って展覧会やってるんですね。そうそうそう、展覧会、博物館ね。うん、展覧会通の博物館展示があってます。すごいな、オリンピックまでに作ろうということやな、これ行動。え、行動やったっけ、本堂か。え、作ってるんですか、補修じゃなくてと思うよ、確か元は跡地やったでしょ。あ、そうか。これはほらほら、大本堂があって、北円堂の先やから、東根堂の手前やもん。中根堂、あ、仮根堂やから本格的な根堂を作る。中根堂のをやり直してんのかな。これが北円堂ですわ。無着と世心が。で、南円堂の方は、あの西国何箇所に指定されているという。すごいよ、だいぶ出来上がってるやんこれ、うん、中本堂か。え、でしょうね、うん。復元工事やから、復元やから、まあまあ、うん、ちょうど真ん中ぐらいやね、あの補修と新築の。
ちは何年だ。平成30年に落成しますというから今年。薬師寺の東塔も今ね、組織してますけど。立ち止まるならいつでも忘れちゃうよ、はい、国宝館行ったりしませんよね。しません、しません。なんていう店なの、正確に。わらび餅しか出てない。いや、なんじゃや。殺虫だね。
外人さん多いな。いや日本人が少ない、なんでか、ね、やっぱり連休明けやからかな。2、3週間は少ないって言うから。中途半端にせんべいなんか売ってたら大変なことになる。目指すところへ行きますかね。うろうろする方法もありますけど、まあまあ目指すところへ行きましょう。え？結局元のスタイルに戻るという意見で。抜けていけると、今時もこういう建物は作られへん。それは作れへんでしょう。もうちょっと丁寧に補修してあげたらいいような気がするんです、ちょっとおざなりっぽいところが感じられる。国立なんやから。
かまど屋さんがすごい、浜飯屋さんがすごい人気なんですけど。そうなんですか。静かって、どれがそうなの。これかな。これや、これ昔から私が中学生の頃にはこんなに流行ってます。浜飯ですね。ここ渡りましょうか。左。ここの灯籠が結構ね、もともとは人気があって、今もあるのかな。こうやって子供のおもちゃみたいなのが刻んであるんですけどね。あ、だいぶ減ってます。それなんか。そうそうね。はいはいはい。あの、これも全然大根みたいなんですかね。ラッパとか。スイレンね、スイレン、うん、この花。どうも。何か入る。これがいるんだよ。レストラン。ああ、レストランね。イタリアン。もう一軒結構いい店があるみたいな。喉近いね、イタリアンですからね。一番お値段かかるところで行けやつ。カフェがあるんだよね、奥にね。Thank you.
600。
ますか？あります。
ます。그전에 우리 다 하고 어디 설치
ちゃんと撮れてない気がする。なんかこればっかりは帰ってみないと分かりませんね。裏の明るい露出を拾ってるような気がするな。え、直せるでしょ後で。露出はある程度は直せますけどね。2月ドームぐらいまで行きますか、もうこの勢いで。さあ、どうしましょう、どっちでもいい。私もどっちでもいいんですけど。まあ、せっかくやから2月ドームぐらいまでは行きますかね。